Thank you.
字でいいんじゃないか、俺。よし、できた。できたよ。
てどうすんの？それどうすんの？どうすんの？これに聞かれてもわからない。そんな。Google. すごい、そうでしょ。俳句は財務省のキャリアですけど。
20代前あキャリアでいくからね、キャリアでも国税庁に出向して、それで東京国税局に行くんだけど、東京にあるから別に行って転勤じゃなくて行くし、それで東京国税局調査査察部長に行った後、どこに行くかというと絶対じゃないけど、多くはね、官邸勤務腰を振ってなかったけど、官邸の官房長官その時に最初の挨拶、官房長官に挨拶するね、内々でございます。前職は東京国税局調査査察部長ですって喋る、ね、そうすると政治家の方がドーンってものすごく見守るよね。それでその時に東京国税局調査査察部長だったので、今回の人事は私がやりました。なんかいろんな点あのことがあれば、何々と私に押し付けてください。で東京国税局の調査査察部さんの部品を全部私が人事したってことじゃなかったの。もうそうだよ。景色にはそうだ。なんないと申してません。この辺も政治家はみんなびっくりするよ。東京国税局のね、あの調査査察部長だった人間が自分の秘書官かってこと。こういうふうなあの、ものすごくパワーでしょ。でそういうのを逆に言うと、抵抗したらこれを使いますよってことかもしれないしね。政治家の方がもし自分に反したりその財務省に反することがあったら、この権力を使うかもしれませんっていうことも言ってるわけじゃない。何かあったら申してくださいっていうことはね、何もなくて何か逆のことしたら逆に誘うってことかもしれないよね。この場合だからパワーがあって、そういう人事ができるってこと自体が、国税庁を配下に財務省を置いておくメリットだよ。東京国税局調査査察部もそうだし、あとね、国税庁自体は実は人事システムって本当に言うと国税庁採用ってあるわけ。国税庁キャリアって見るわけ、はい、でも実態は財務省がみんな握っていて、東京国税局、あと、関東信越国税局、それだと、名古屋、大阪、この辺りの国税局長はみんな財務省のキャリア、だから国税庁のキャリアじゃない。だから財務省がこの国税庁をいかに配下に持っているとこういうことができるかってことなかなか政治家抵抗できないって難しいでしょ。でちなみに国税庁の昔はあったのに、私もそうだけど若い20歳で税務署長に行くわけじゃん。こんなのも国税庁を下に持ってるからできた。さすがにこれはね、20歳代で行くとね、あんまりにも間違いだからって最近配信だったけどね。ああ、そうですか、うん、私はだからそういう制度だったから、20歳代の時に四国の関東地区の税務署長に行きましたけどね。うん、この時にだから奥田省のキャリアが来たって、国税庁のキャリアっていうのは奥田省のキャリアの方がはるかに上だから、これで奥田省のキャリアが来たって言って大騒ぎだったよね、仕事もね。でもそれはすごいよね、あの税務権限を全部一手に握ってるでしょ。そうするとその時に、香川県の国会議員、私のお姉ちゃんに電話かけてきたりね、よし何とか言わなかったけど、まあなんか電話かけてきて、これはどうなんですかっていろんなね、電話かけても聞いてきたよ。みんななんかやましいことじゃないの、そうだけど、私はもう気にしないで、あんまり書かれなかったけどね。そうなんですね。うん、だからそのくらい実は、国税庁を奥田省の方が持ってると、ことができるわけ。だからこの権限はすごくて、税金の話になるとね、政治家は完全に失脚させることができるんだよ。例えば選挙前にね、発生の電気なんて新聞出してみたら絶対落ちるよ。そうですね、だからすごい怖いんだよ、政治家にとって。そうか、権利だけ落ちちゃうから。権利落ちるでしょ。実際がどうかっていうと、発表しちゃったら、調査しましたって落ちるでしょ。そうです、うん、あれ言っちゃいけないんだけどね、まあ、時々言う時あるからね。それはまだだよ、もちろん、ね、うん、なかなかまずい。だからこのくらい持ってるから、実はこれを参入庁として内閣の議員に関したら辞任ができなくなるでしょ。東京国税局調査査察部長のポストなんて取れないでしょ。だからそれが一番嫌だって、財務省が最も嫌う、あの組織改正だよね。やんなきゃやんなきゃダメだけど、これやる、まともにやると財務省がまともに来る。
然知らない医師みたいなのが急に来てね、なんかいいんじゃないですかって言って、ね、あの低みつかなくなるぐらいしか可能性ないじゃないの。なかなか難しいですね。これは政治的には最難関で、だから自民党も民主党もできなかったというのは事実ですよ。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。テレビでは語りきれない永田町の裏の裏を語る官邸キャップ篠原の永田町裏話。官邸キャップ篠原の永田町裏話第10回の今日はまたまた政治家の方にお越しいただきました。本日お越しいただいたのは青山茂春参議院議員です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。国会議員ですけど、はい、従来のタイプの政治家になってることはないので、つらくていうことはないんですけど、一応参議院議員であって、はい、従来の政治家になってるわけじゃない、はい、政治研究に持っております。あー、パーティーもない、はい、団体支持も一切ということはない、はい、まあ、そしてもう活発に提言活動、実際の政策につながるような活動もされていますので、あの僕は異業種の人を入れようって言ったことで、はい、あの世襲であったり、うん、あるいは団体の代表も必要なところもあります、ね、はい、あるけれどもやっぱ市として本当は中小企業であったり、うん、専門分野で苦労なされている方が、はい、新たになると思うから、そのいわば言い過ぎですけど一種のモデルケースというか、うん、一つの参考例として政治研究受けなくても、政治研究受けたら必ず、例えば外国が化けて研究したりとか、ありえますよね、はい、そういうことをしなくても、議員はやれて、うん、そして、旧来の政治家とはまた違う企画ができますよっていう、はい、参考例としてやってるつもりだから、こういうの提言とか、うん、今日のテーマのような提言でも、こういう提言をすれば、例えば総理でも、はい、真正面から聞いてくれることもありえますよ、はい、そして今、今日のテーマと青山さんからお話がありましたが、うん、今日は青山さんに質問はですね、安定的な皇族継承について、やはり今、皇位継承をする皇族の方が少なくなってきている中で、どのようにこの天皇というものをですね、安定的に時代につないでいくか、その議論を活発にされている青山さんにお話を伺う。難しいね、すぐ硬くなっちゃう。もう皆さん、青山さんよくご存知だと思いますけれども、ちょっと改めてプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。いやいや、知らない人。いやいや、1952年、昭和27年の神戸市長崎の方までです。そうです、はい、はい。で、慶応大学文学部に一度入学されるんですが、経済を学びたいとして、早稲田大学の政治経済学部に入り直される。よく。すごいですね、これは。いや、慶応は今でも大好きですけどね、はい、奈良から来て。ただ、文学部で哲学をやろうとして、うん、まあ、若気の至りですけど、学問が死んでるように見えてて、直に世の中をよくする仕事につきたいなと思ったので、一つとやっぱり根っこは経済ですから、うん、慶応の経済に天皇願いを起こそうとしたら、はい、今はちょっと知らないんですけど、僕の当時、天皇制度がなくて。僕は頭から受け直すしかないと言われて、あまりそういうことをする人もいなかったでしょうからね、当時。周り友達もいなかったで、それでまあどうせなら、あの雰囲気の違う一人で創建でやろうと思って、周りも感動をされながら、そうですか。でまあ親がしたわけわかんない。まあそうですね。慶応と早稲田ってどこが違ったんですか、それで早稲田大学の政治経済学部、それも途中、あの途中入学を一応お聞きしたら、はい、政治経済学部ではなかったので、うん、これ多分今もないと思います。転入できなかったですね。だから社会科学部というところだけだったので、うん、それで頭から受け直したんです。なるほど、はい、で、1年生から。そうです、はい、はい。で、その後、共同通信に入社されて、はい、はい、まあ、政治部に配属されて、この前お亡くなりになった中曽根元総理、そしてまた、総理の総理番を務められました。また当時、あの昭和天皇がご不礼だったということもあって、
その証券でも不潔という事実をですね、独自に報道された、はい、その後、自民党担当、防衛省担当、外務省担当に務められたペルーの大使館の安倍事件、ね、まず当時は防衛庁なんですけど、はい、あ、そうです、防衛庁に結構長く担当いまして、防衛計画逮捕を初めて見ました、はい、あの防務自衛官で、うん、はい、その後、外務省担当に移って、たまさかペルーの日本大使公邸一人事件、うん、まあ、あの日本が初めて体験した国際統一家それに遭遇しまして、はい、あれなかったら、あの議員絶対なってないし、あ、そうですか、はい、そのまま共同通信、共同にずっと僕は正直すごくあの馴染んでやってましたから、はい、そのまま言ったと思うんですけど、まあ、ペルー事件の話ってそれだけでまとまっちゃうから、あの一言だけ申せば、要はあの時、あの強行突入があって、はい、強行突入がありましたねでは済まされない真実があって、うん、それをあの日本人の人質の方々が、うん、その後ペルーで仕事しなきゃいけないのに勇気を持って、僕に証言してくださって、それを全部あの記事にして共同に送ったんですが、はい、当然あのですから、これは配信できないと、うん、あの要するに、その中でやっぱ伝えた方がいいので、はい、何が起きるか分からない、僕も賛成して、うん、でも人質の方の証言に関係できないですから、はい、その時に内心ではあのやめようと。うん、でまあ、それ以外にもいろいろ降り積もることはあることはあったんです、うん、あの常に人を批判するだけでいいのかというのがあったり、まあ、本人細かく経緯はもうすでに書いてますけど、はい、あの共同通信は今でも大好きですけれども、うん、組織としては好きですけれども、あの決心をしてやめてそれでシンクタンクを作るんですけど、その前に三菱総研に呼ばれて、はい、それでシンクタンクっていうものはこういうものだと分かると同時にこういう一言だけ申せば、うん、三菱総研がって意味じゃないですけど、はい、なんと日本のシンクタンク、ね、うん、シンクタンクって民間の知恵じゃないですか、はい、それが全部政府の決めた方針に合うように調査研究して、まあ、お得意さんですよね、役所が、そうですね、でそれだとぐるぐる同じとこ回ってるだけで、ね、うん、団体支持を受けて当選する国会議員と同じで、はい、同じとこ回ってるだけなんです、うん、それで三菱総研だけの仲間と一緒に独立総合研究所、はい、日本初の独立系シンクタンクということで、独立総合研究所、通称独研を設立です、はいはい、で、まあ、さまざまな分野で提言、血管理、海洋資源、海洋資源実際にあの借金して船出して、はい、あのメタンハイドレートを中心に海を調査するんですね、うん、だから売り上げがないから利益が売らないから、たくさん見つけましたけど売らないんで利益が出る、でもそれも、まあ後に続く人に取り方がある、うん、すべて実務だけでやったんです、はい、記者時代ずっと批判だけでしたから、はい、あの言論活動というよりも当事者意識を持ってそれぞれの分野でちょうど45だったんですけれども、あの人様を批判して給料を19年間いただいたので、公安は実務だけを決心したんですね、だから国会議員になると夢にも思ってない、はい、なるほど、そうなんです、2016年の夏の参院選でですね、安倍総理から直接要請されて、出馬されて、全国の比例で出られたんですが、もう安倍さんの出番も一旦断ったんですよ、はい、最終的には、まあ、あの配偶者の周りが、うん、立ち入り会社の救出を組まない、間に合わないという点が多くて、はい、それで、まあ、決心したと、うん、はい、直前の質問でしたよね、割と直前じゃなくて、公示までもう数日でしたね、で東北から慌てていろんな側面になって、選挙プランナーが来られて、全国を倒しまして、あ、そうですか、団体支持も2つ分に取られました、ね、そのことはですね、遊説だけです、で今日これネット番組だと思うんですけど、はい、ネットの時代じゃなかったら、間違いなく当選してない、いや私もネットで拝見しましたよ、意見に落ちた方をわーっと言われてね、ところとか、あ、たまたまですけど、ああいうそのそういうアクションよりも演説してる時に自分の名前言わないとかね、だから手袋絶対しないとかやってたんですが、知らない人が動画アップしてくれて、その動画のスピードが速い時代だったから、はい、からそれで今まで住民に投票してない人、うん、投票に行かなかった人が多く投票してくださって、今に至ったそうです、ね。ということは、当選した後も政治献金をもらったり、うん、団体に支持を聞いたり、団体の支持を聞いたりするわけに、そもそも行かないで、ということで、48万票余りを獲得されて、現在に至るということです。で現在、日本の尊厳と国益を守る会の代表幹事、
会長というような立場ですよね、まとめるで、あのなるべくみんなの意見を吸い上げたいということで、うん、代表ってしないで、代表幹事、幹事たくさんいらっしゃって、というスタートにしました、はい、で、この守る会は、先ほど安倍総理に、はい、皇位継承について提言されました、うん、具体的には今の、まあ、男系男子、あの青山さんは父系というお言葉を使われていますけれども、その神武天皇以来、この男性で男系の流れでつないできた、父系の流れでつないできた、流れを維持すべきだと。でそのためには、まあ、現状この先には、今岸信宮家の久仁親王殿下が将来的には皇位継承者そのお一人になる可能性が大きいということで、いや、久仁親王殿下におかれては、うん、すでに皇位継承者として指定されてますから、はい、あの第2位についてですから、あの、ご無事にあのお育ちになれば、天皇陛下になられることは、これはもう動かないです。そうです。先の世代、先の世代が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 例えば政府機関に調査してもらったんですね、はい、それはあの議員という立場をしっかり国民のために使わなきゃいけないので、うん、参議院の決算委員会で質問しますよという質問をよくこうまず出して、はい、政府側に、うん、でそのための前提としてあのおっしゃった旧宮家に、はい、あの皇位継承者しかも父系でつながる、未婚の男子がどれぐらいいらっしゃいますか、うん、ということをある政府機関に調査をお願いして、はい、で文書の回答があります。大体今何人ぐらいだ、15歳までの、うん、男子の方が5人と、はい、20代前半の男子の方が6人と、少なくとも少なくとも定7人、はいはい、うん、で文書にはお名前も全部書いてありますが、あ、そうですか、それはあの委員としての説明であって、はいはい、今あの私たちと同じ一般の戸籍をお持ちですから、うん、当然個人情報ですし、はい、プライバシーありますから、それは一切言葉の公表しないです、うん、でも人数だけは、はい、あらかじめ政府側に協議して、きちんと、それから調査してくれた一個に断られるんです、ある政府、やっぱりいろいろ波紋読むんじゃないか、はいはい、で一つは引き受けることなんで、あのそことも協力して、うん、きちんということはもう、はい、国民にお知らせしたいわけですね、一説が10人という説明、まあ、重ねたというか、はい、いろいろそれはあるんですけど、例えば僕が今申し上げたのは、うん、15歳未満とか20代、未婚の方です、はい、でも幅が広げればもちろん、ね、あのもっともっと増えるわけですけど、ただあのこれも大きな誤解があって、はい、そういう方々に皇族をお戻りいただいたときに、うん、すぐに天皇陛下になられる可能性は、はい、世の中何があるかわからないってことを置いとくと別にすると、ないわけです、うん、っていうのは久仁親王殿下がまだ中学生でいらっしゃいますから、やがて、まあ、何十年か経って即位されて、うん、でそこからまたさらに数字におそらくは経て、はい、上位かもしれませんけれども、うん、いずれにしてもそれだけ長い時間があって、はい、あの次の天皇陛下ですから、はい、そうすると今回復帰された方が仮に例えば15歳未満であっても、うん、その方は皇族には戻られるけども即位をおそらくなさらないんです。まあ、元の専門が一貫になんで、はい、全ての場合を考えなきゃいけないけど、うん、きちんとこの安全が確保され、はい、あの健康でいらしたら、今言ったようなことになるわけですから、あの、あえて範囲を狭めて、うん、その方々のお子様、まだ生まれてらっしゃらない、はい、まだ結婚もなさってない、はい、その先の話ですよってことのために、うん、あの一応対象を絞って、政府機関には調査をお願いします。はい、その結果、7人、でね、今の楽しみのところで、はい、だから政府見解で7人ってことでは全くありませんので、はい、それは誤解なきゃ、こちらの方で、はい、あの質問する立場として、こういう条件であの調査してくださいと言ってまして、それで政府機関が調べて、回答ですから、政府見解ではないです。なるほど、はい、まあ、参考情報。参考情報。ということですね、まあ、オフィシャルな正確な表現です。はい、はい、そうです。はい、で、まあ、そういう、まあ、7人ぐらいいるような旧宮家の男系男子を継がれている方に将来的に皇族に戻っていただくのがいいのではないかというのが今青山さんた
一番最初のレコードですね、はい、で同時にそのやり方、やり方っていう方はちょっとそうですけど、はい、方法論についていろいろあって、つまりあの皇族の方々のことを決めてる法律を、はい、難しい言葉ですけど皇室典範っていう、はい、名前は難しいけど要はその法律、法律ですね、そうですね、典範って言うんですけど法律なんですね、そうです。でその中に、まあ、9条と15条ってのは特に大事で、後であのネットで読んでいただければと思うんですけども、はい、あの要するに養子を取ることができない、それから、女子はですね、はい、女性の日本国民はどういう方であっても皇族とご結婚なされれば、うん、皇族となる、そうですね、でも今の皇后陛下も上皇陛下も民間人から皇族になられる、はい、でも男性は、うん、皇族、つまり女性皇族とご結婚なさっても、はい、決して皇族になることはできませんと、はい、で、その2つのことを、はい、僕らの提言ではですね、はい、法改正でもいいんだけど、やっぱり野党の審判に協力するためには、はい、特例法、おととしの上位の時とか、ご上位の時とか、はい、特例法、今回に限りということで、養子に、お迎えになることもできるし、婿養子になられることもできるし、というのを、提言の中に、はい、まあ、細かく正確に書き込んでおります。今のやはりその皇室典範、はい、皇室のあり方を定める法律はかなりその限定的、その家を広げるにあたっては限定的な運用というか決まりになっているわけですよね、その養子を取れないとか。そうですね、ただし それはね、敗戦後にそうなったというよりも、はい、あの根本精神としては、例えば日本の歴史ですと藤原演出とか、はい、そういう力の強かった皇族じゃない方だから、天皇陛下の中に、つまり朝廷に入られてしまったりね、はい、陛下になられてるっていうのを、はい、要は防いでて、ずっと歴史が保たれてるんで、はい、で、だから同時にあの欧米や中国 の、はい、あの皇帝王様のような、はい、あの権力を欲しいままにすることがなくて、はい、あの人のために、はい、国民のために皇帝になるって存在を続けてこられたので、はい、そういう意味では今の皇室典範の、はい、あの養子を取ることができません。あるいはある種合理的ではあった、ええ、あのそうです。むしろ伝統を守る皇室典範ということができるから、あのだからこそ原理的じゃなくて、はい、特例の方がいいんじゃないか、つまり GHQ が異常事態を作ったわけです、はい、これは右とか左とか、うん、あの保守とか革新とか関係なくですね、はい、事実として GHQ が権限を持って、さっきおっしゃった親戚効果、はい、このことが難しいです。そうですね、親戚っていうのは、はい、あの大臣の戸籍って書くんですけど、これ庶民の戸籍のことですから、効果が下りるってことですね。そうですね、それ自体が異常事態なんで、はい、だから難しい話を一つもしてなくて、ごく当たり前に普通にできることをしましょうって言ってるわけなんですね、この提言は、はい、あの今ちょっとお話が出てきましたけど、 GHQ が作った特別な事態というのが、はい、まあ、この1947年51人の当時の皇族の方々が民間人に、下っていくという事態がありました。当時のですね、はい、ちょっと僕の個人的、はい、ここは個人的見解を申しますとね、はい、あのまあ昨日今日急にあのこういう形式のことを考え出したわけでありますので、さっきあの記者時代のお話を丁寧にしていただきましたけども、はい、あの時ちょうどおっしゃった通り昭和天皇の崩御が近づいてきたので、当時まだ側近の方がかなり生き残っていらっしゃって、はい、全部亡くなりましたよね、うん、京都の白川通りまで会いに行ったりいろいろしたわけですけど、うん、その時にお聞きした話から僕も考えること調べることが始まったんですけれども、はい、あの戦争で負けた時にですね、どなたもご存じですか、東京裁判となってその時に例えばソ連ですとか、はい、あるいは中華民国は、うん、天皇陛下に対して例えばソ連などは死刑を要求したと言われてますし、はい、そうでなくても、はい、天皇陛下のご存在なくしてしまえという要求があったけども、アメリカは、ないしアメリカ軍は、実際に日本を占領しなきゃいけないので、はい、そんなことをすると、日本が蹴れられるようになってしまう、はい、いつまでも終わらない。はい、だから、あの当時の天皇陛下、今で言えば昭和天皇はお守りするけれども、やがて日本を支えた力である、根幹の力である、皇位というものを弱めていくためには、はい、将来的に日本が落ち着いたに気がついたら、はい、もう天皇陛下のなり手がいらっしゃらないという事態をおそらく作ろうとして、この今出してもらった多くの皇族の方々、はい、天皇陛下の直接のお弟子の時代は
てしまうと、そうですね、いうことをやったんだろうと、はい、単なる推測だけではないです。そして見解ですけど、アメリカ側にもいろいろ聞いて、お見事に当時の人が本当にいなくなっちゃいましたけど、ここの功績離脱が今のこの皇位継承者の減少の原因、現在の原因、はい、現在の原因、ただし、さっきあの普通のことを言ってるだけだと申しましたが、はい、大昔から皇位継承者ってのは少なくなる時代が何度も起こる、10代ぐらいから世界大戦後とかのあたりから、ね、そうおっしゃる通りで、あの古墳時代、古墳時代に例えば古朝廷の中にあの父方でつながる、はい、神武天皇までつながる人がいなくなったので、でも天皇家っていう王子で考えると歴史が長いから、はい、そのとっても広いです、うん、だから十神党とかそれ以上とか離れている人まで含めればいっぱい父方でつながる男子いらっしゃるから、うん、今の福井県、うん、昔の言い方だと越前まで探しに行ったら、はい、あの一般の方がいらっしゃったんで、うん、即位していただいて、それがその天皇陛下が崩御された後に携帯天皇、体をつぐって趣深い、意味合いの深いですよ、ね、非常にあの他 の,、うん、あのお名前と全く違う名前が、はい、携帯天皇になっているのは、はい、まあ、そういうことであろうと、これはあの、うん、いろんな学者で意見ありますけれども、実は提言を作る前に当然学者とたくさんすり合わせをし、はい、学者のチェックも受けてました、うん、はい、そもそも三宅という存在自体が、はい、天皇家の皇位継承を守るためというか、おっしゃるとおり、これあのちょっと僕の個人的見解を入れますけれども、要するにその天皇陛下のご存在がある種脅かされ始めたのは、はい、鎌倉時代から、うん、武家の力が強くなった、うん、でその時に権力はその征夷大将軍が持っているけれども、はい、日本の根幹としての天皇陛下のご存在を守るためには父系で、あの男性でも女性でもいいんですが、あの父系でつながるお方を確保するために作ったのが三宅です、ね、うん、鎌倉から室町にかけて作ったんですね、はい、うん、だからあの本来はさっきあの男性でも女性でもいいと申しましたが、はい、あの基本的にはあの父系の男子でつなげていくのが一番、うん、あのつなげやすいので、はい、基本的に三宅はもともとあのご当主は男性なんです、うん、で女性がご当主に見えるときでも、はい、それはあのご当主が亡くなったので、うん、財産管理をなさったりしてしばらく間を継ぐと、はい、つなげるという今の高円宮家の久子殿下、はい、そうですね、はい、高円宮家のご当主ですけども、それは則仁親王殿下が亡くなったので奥様が存在しているよ よく、はい、あの勉強されていると思うんですけど、これただし学者の中にはもちろんいろいろ意見あるんですけど、ただしあの僕の本来の専門分野で言っても、はい、外交安全保障でも、うん、だから学者100人いたら 100説あるんです、はい、そうでないとできないんですから、うん、はっきり言うと学説は、はい、はい、だから学説は学説として、うん、あの直に祭りごとを預かる王府や行政府は、うん、リアルに考えなきゃいけません、そうですね、はい、で、まあ今ずっとお話になりましたこの功績離脱の三宅、伏見、東伏見、山品、国、北白川、官員、田谷、東国、梨本、朝霞、武田、これ武田さんは今よく松江の方が芸能活動をされてますね。そうですね、はい、僕はテレビで2度ぐらいお会いしたのだと、それぐらいですか、柏原神宮で一度、たまたま一緒に神宮天皇祭って、はい、あの参加したことがあるので、はい、すいません、直接その付き合いはないんですけども、そうですね、あのお書きになった5本とか、あの正確にお書きになってるんで、はい、あの拝読してます。いや、はい、そうですね、あとは、官員さんとかはあの歴史を詳しい方はあの官員官房参謀総長の宮という、参謀総長を務めたんですね、はい、神道殿下の殿下にいらっしゃる当時ですね、当時は、はい、あの天皇家も軍服をお召しになって、ね、大変ですね、はい、そうです、あと東国さんは東国になる以降東国の宮総理大臣の宮ということで歴史の教科書にも出てくる、まあ、そういう方々が、皇族だったんですけども民家に下っていた、その結果として先ほど青山さんおっしゃいましたけれども、昭和天皇の弟宮、皆様を中心とした、これあの昭和天皇の弟の秩父の宮、はい、そして、高松の宮、三笠の宮、はい、様を中心とした皇族だけになってしまった。急に、まあ、シュリンク進んだわけですね。はい、で、かつての時代は、その
王様がすぐ亡くなる時代もあるし、はい、もう明治とかそうですね。ある種こうゆっくり危機が起きていったんですけど、はい、突然外国によって、うん、この危機的状況の根っこが作られたっていうのはさっき私が申しました通り、まあ、異様な、うん、まあ、時代ですね。なんか青山さんとしては GHQ の当時の思惑、これは、いや、さっきのあの GHQ の思惑の深読みは僕の個人的見解ですが、うんうん、GHQ が実は占領下というだけでやった、うんうん、ことであって、うん、国民にもお伺いしてないし、うん、当時は、まあ、非占領国家の国民ですから、国に支援がないとか、うん、はい、だから、異様というのは、これは個人的見解じゃなくて、日本誰もないことだと思います。うん、はい、で、昭和天皇はその51人の方が親戚降下する際には、やがて皇族に戻る日もあるかもしれないから、身を慎んでいなさいみたいなことをおっしゃったという話も。それは、まあ、説なんですけど、その言葉通りか分かりませんが、うん、その近江心が伝わったからこそ、うん、はい、旧慶親睦会という、皇族、旧皇族の皆さんと、はい、皇族の皆さんの親睦の会があるんですよね。はい、ですね、あのネット番組だからといって、ちゃんと辛くて言ったり僕はしないですけど、はい、でも、一つ見込んで話しますと、はい、さっきちらっと言いましたけど、国会議になる前から、例えば僕の分野の一つが国家の危機管理なんです、はい、で皇位継承って国家の危機管理の話なんで、まあ、昭和天皇の吐血吐血に直面したこともあって、はい、ずっと前からこの旧宮家の復帰があるべきだと申し上げたんです、うん、そしてですね、あるあの大使がね、はい、外国にいらっしゃる大使、僕に信頼してる人がですね、ちょっと会いたいってわざわざ怒られて、で何の用事かと言ったら、和山さん旧宮家の人が言ってるけど、はい、例えば旧宮家の方で外国に来られた時に、うん、大使館にとってすごく大変だったこともありますと、でそういうことを考えると、うん、宮家の復活は反対ですと言われたんで、それはあの天皇陛下も、うん、右左なく言えば人間でいらっしゃいますから、はい、いろんな方個性の強い方もいらっしゃって、そうですね、はい、そうすると時代の空気であのえっていう、こともありえるでしょう、はい、でもあくまでこの宮家の復活というのは、もう一括でバーンと全部復活ですという話をしたことはなくて、あくまでまず本人のご希望だし、それからやっぱり本人希望されればそれでよしということではなくて、やっぱり長い年月経ってますから、あの皇族になられるについてやっぱり政府はそれなりの責任を持たなきゃいけないから、場合によっては一国も特例法を作るんだったら責任を担うわけですから、当然そういうことを全部総合的に考えるんであって、はい、どなたでももうとにかくその経緯があれば全部関心ありませんよと、なるほど、多分ね、そういう方は仮にいらっしゃるって言ってもですね、あの実際そういう大使がご指摘なさったことがあったと、はい、僕のルートで調べたんですが、実は確認できなかったです、ただ大使が嘘を言ったとは全く思いませんが、多分ご本人が希望されないんですね、なるほど、そういう方は、うん、これはあくまで事実、はい、はい、でされたことは最終的には、陛下の問題を含めて全部政府が責任を担うものだし、国会議と立法府もその責任を担うものですから、あくまで民主主義国家なので、はい、だからそこは僕は心配せずに当たりませんということを申し上げたんです。ご本人のご意思と国会審議や政府の検討の中で適切な、国会審議には馴染まないと思うんですが、うん、あの悪い意味じゃなくて、あくまで水面下で、つまり、なるほど、個人 の、あのお暮らしぶりとか、うん、お考えにまつわることですからね、はい、あくまで皇族に戻られるまでは、うん、一般の方ですから、はい、そこはあのどんなに注意してもし続けることはないぐらいの注意はしないですね、日本の尊厳を守るしない、でもこれまさかやらないってことも逆にありえないですよね、はい、旧宮家だったらどうぞというふうに政府が言うんだったら、それは日本は民主国家なのかというと、民主主義なのかということがありますから、はい、両方合わせる話だということです。じゃあ、その国会に法案、まあ、特例法何が出てくるまでに、いろんな検討があって、ご本人の意思を確認して、適切な人が選ばれていくだろうと。そうです。で、あの、基本的監督で選ばれるだろうではなくて、責任と申した通り、はい、そのような環境を整えた上で、総理争ったりすることも、なるべく回避できるんじゃないかと、お大臣に
男子を維持していく、今までの流れを維持していく、そのためには旧宮家の復帰が必要なのではないかという考え方で、2番目としては女性天皇、男系の女性天皇、はい、父親に天皇を持つ、天皇の流れを持つ女性皇族が皇位です。そこまでは認めていいのではないか、今の現実で言えば愛子内親王殿下にが天皇につくことは OK なんじゃないかという考え方です。いや、誤解ないように、守る会は、2番も、はい、受け入れられませんってことを申し上げています。あ、ちょっと、それはお話しない、はい、で、3番目、もうその、男系に限らずですね、女系、その母親が天皇、母親が天皇の流れを組む方、でも皇族であれば、OK ですね、OK、はい、であれば、女性でも、母系でも、天皇になることを容認するのがいいんじゃないか。考え方がありまして、青山さんが1番の考え方、1番のみですね、不敬、ね、のみです、はい、で、お聞きしたいです。2番のこの愛子様、愛子内親王殿下をですね、天皇になっていただくのがいいんじゃないかって、これは一般の感覚からすると結構支持されやすい、現に支持されてるわけですね、はい、ここについて青山さんどういうお考えですか。で、はい、篠原キャップにおかれては本当はご存知の上でお聞きになってるだろうと思うんですが、はい、紙も用意していただいているように、過去に日本の歴史の中で8人10代の女性天皇、女系じゃなくて女性の天皇がいらっしゃるわけです、はい、男系の女性です、ね、はい、はい、で、一番最初が推古天皇で、こういう方がいらっしゃるというのは、これは学校でも日本人の中で習った人は推古天皇、そうですね、はい、まあ、児童天皇なんかもよく歴史に登場しますね、はい、で、10代8人って書いてるのは念のため、長祖って言いまして、二度と生まれた方がいらっしゃるんで、そうですね、はいはい、10代で、お人数としては8人ですが、はい、大事なことはですね、この方々は全員、即位されてからは、結婚もなさらないし、あるいはお子も、設けることがなかった、はい、設けられなかったわけですね。そうすると、現実問題として、うん、これは提言にはそこまで、お名前が踏み込んで解釈してますね、はい、説を持ってです、でも僕の個人の立場で解説をあえてすればですね、はい、愛子内親王殿下に置かれて、はい、置かれてはこの即位で、うん、女性天皇に過去の8人の方と同じようになられるということは、少なくとも即位されてからは結婚できない、はい、あるいはご結婚なさってもお子様を設けることはできない。で、古き時代には、はい、この時代までの古き時代には、実質、それがあったわけですね。はい、で、これはその、系の男子の数が足りなくなって、はい、他の事情で、はい、とりあえず、神戸それ時間がないとかの理由で、中継ぎで、代わりになった、はい。現代の、素晴らしい、今、まだ、少女というか、若い女性でいらっしゃる愛子内親王殿下、ちょっとそれから詰まったら詰まってできませんよ、あるいはお子様を持っていることは結構なさってもできませんよ、そんなことを言うこと自体が信じがたい人権侵害だし、日本国民にも国際社会にも一体どうやって説明するのか、同時に天皇皇后両陛下やあるいは上皇上皇后両陛下にとっても、これはお言葉には一切されないと思いますけど、はい、大変な苦しみになりかねないんですよね、だからちゃんとこういうことは分かっていたら、はい、なんとなくいいじゃないですかっていう話になるはずがなくて、で、それは国民がおかしいと僕は1ミリも言ってなくて、はい、申し上げてるのは学校で教えてないから、僕も教わってないし、篠原キャップも多分教わってない、学校で教わったら小学校6年生の時に憲法上に天皇というのが出てきて、ご訪問されて、反抗をされている写真がちょっと出てくるぐらいですね。ですね、はい、だからそういうことであって、その女性天皇についても、女性の天皇陛下は推古天皇、児童天皇にいらっしゃって、王冠を生まれているものとかあるけれども、じゃあ皇位継承の人とどういう関係があるのか、少し簡単で、なぜ天皇陛下のご存在が守られなければいけないのか、はい、行為を続けるというのはどういう意味なのか、その意味付け自体を学校で習ってないので、で私日本人は本当に真面目なんで、専門
コンビニから専門店を歩いていて、真面目な人になって、学校で教わってないと本当知らない、あるいは考える時間がない、うん、今でも東京大学で教鞭を取って、東京大学と近畿大学で教鞭を取ってますけれども、はい、東大は毎週、近大都民で一緒に、年に2回だったんですけど、はい、で学生職員に出ると、例えば東京大学の学生職員は受験勉強の勝利者ですが、はい、受験勉強の勝利者ってことは逆にこういうことをむしろ知らない。なるほど、試験に出ることしか頭にないですから、はい、だからそれを変えたいから東大って教えてるんですけど、はい、だから国民に責任があるんじゃなくて、はい、あの GHQ の新設効果が始まって、はい、しかし1952年4月28日にサンフランシスコ講和条約が成立して、いやごめんなさい、発行して、はい、試験を取り戻したときから、実は日本の伝統はこうです、うん、その伝統を守るのか、はい、このさっきおっしゃった例えば母系の継承にして、はい、もう天皇家じゃない、例えばあの女性皇族が外国の方と結婚されて、その外国の方が天皇家になってもいいっていう、そういう時代にしてもいいのかっていう、その僕はこうしなさいって言ってんじゃなくて、こういう選択肢ですよっていうことを見せる教育してないので、だからあの実は重大な選択になることもわからないまま、はい、愛子内親王殿下のこうやってはこんなに素晴らしい方でいらっしゃるから天皇陛下になっていただきたいっていう、いわば素朴な声が政治の世界まで来てしまって、うん、それがあの政党によってはそれを実質的に押し出すようなことになってるんで、少なくとも最後の選択はこの国民なんで、憲法改正と同じで、少なくともあの選択肢がこう で伝統を守るんだったら、伝統を守るやり方ははっきり言うとこれしかないんですと、はい、でその時に今の青山さんが考えていらっしゃる、あの、はい、というかあの別に僕たちのじゃなくて、うん、あの要は物理的にそれしかないわけですけど、でそれをあの男性女性って説明すると、はい、これ国際社会にとっても大きな関心事なんで、はい、必ず国会招くから、試しに僕は例えばアメリカ人に、はい、あの皇室を持っているアメリカ人にファーザーズワイン、はい、うん、本当はちょっと違い方なんですけど、あの丸めてファーザーズワイン行った瞬間に分かるんです。つまり家っていうのはどこにもあるから、海、うん、じゃなくて家があるから、はい、あお父さんで、はい、お父さんで、あの例えばジャンスンって名前つながってるよねって一発で分かるんで、うん、そうかそうかって分かるんですよ。だから今日も長話になってるけど、一見本当は根っこはすごくシンプルな素朴な話で、要するに越し方を見れば、こういう継承の機会何でも何でもあったわけですね、おっしゃった国民時代からね、はい、で先人のやり方があるわけですから、先人のやり方を続けたら、だから守る会とか僕との意見じゃなくて、今までやってきたのと同じやり方をやれますよって選択肢と、はい、いややっぱ全然違うやり方で、まだずない、うん、本当はあの母系っていうのは切れてしまうから、本当は研修じゃないんだけども、じゃあそっちに行ってもうブツブツに切れる、うん、あの決闘でいいのかという選択肢を国民に理解していただくのは私たちの務めだと思うんです。だから出したのは総理だけど、はい、本当は総理を通じて国民の主権者の方々にどうぞお考えくださいませんかっていう提言なんです。まさにその男系維持、旧宮家について安倍総理に提言をされましたけれども、はい、この時の安倍総理の反応というのはいかがだったんでしょうか。いやもう予想外のことばっかりで、まず正直あの、まあ、みんなで苦労した提言をまとめていくときに総理が直接受け取ってくれるとは思ってなかった。なかなかこれ政治的にはセンシティブな状態ですし、あのきっちりとジェラシーもありえますしね、うん、だって2位の議員グループに過ぎないですから、はい、党の正式機関じゃないですから、うん、こっちが逆にそれ総理大丈夫ですかって感じもあったんですけど、はい、まず大事なことは中身のすり合わせは一度も一秒もしてません。絶対しないです、うん、裏で繋がったりしない、うん、あの日韓合意反対とか怒って電話したりすることがあるんです、消費増税反対も電話しましたけど、今回この件については一言も何も相談しなかったんです、うん、でただ提言はまとまっている過程で、あの総理直接会って関係の国方にできれば直接こうして交渉して、はい、目を見てご説明したい、はい、国の根幹なんで、うん、そうじゃん、まあ、どこから聞いてみましょうって感じだったんですけど、だからそれが、まあ、10月22日の祝賀盛大の日があって、翌日にこれを発表して、テレビ東京で報じていただいて、で、その時の話し合いは結構煮詰まってきた話し合いになったんですけど、要は、大上祭終わってから、なら考えることもあり得る、最終決定はもう直前だったんですけど、うん、で、お渡しをしましたね、はい、守るか今、50
けども、その中の15、6人だったと思うんですけど、はい、集まってお渡ししてた時に、総理がはっきり私とみんなの目を見ながらおっしゃったのに、はい、それは男系って言い方です、男系、男子の継承のみで進めてきたことの重みは十分に踏まえながら慎重に丁寧に検討してくださ、はい、言葉としては今までの件と変わらないんですけど、はい、この提言を受け取りながら男系男子の継承のみでやっていったことをあれこれ余計な返しておいて、大きい配慮をつけない方がいいんです、はい、そうすると明らかに例えば日本が民主主義であることを最も大事に踏まえつつおっしゃったら、民主主義を守るということですよね、だから基本的に伝統は守らればならないという立場をお示しになったと、これ守る会のメンバーだからじゃなくて客観的に見てそうだと思うんですよね、で同時にこれから自由民主党内でほとんど多分な機会です、はい、守る会の発足の意味は自由民主党の中でタブーにされてきた事実を、はい、この問題に踏み込んで有権者に選択肢をお見せしていくというのが目的なんで、だから当然総理のお渡ししたけど、その後議論がたくさん載せられるといいと思います、はいはい、そういう意味ではですね、この3つの考え方がある中で、まあ、今青山さんたちは活発に活動されてますけど、2番、3番についてそこまで主張している人たちが表にあまり出てこないなという気がしますが、これはね、ちょっと申し訳ないけど、ちょっと全体に言った話が逆だなと思うのは、もうすでに前の政権の時にですね、一応これは野田政権というだけじゃなくて、はい、こういう政権、はい、住民が中心の政権だとですね、有識者の意見という形ではあっても、直営そのままでしてしまって、人生の運動がザーッと広められたわけですよね、2000年代半ばですね、はい、でそれに対して住民の中からほとんど音がしなかったのは事実だから、だからそれもあって守る会を、まあ、他のテーマも中国韓国の収容とかあるいはスパイ防止の問題も含めて守るなっていることにチャレンジするのがたくさんあるんですから、なるほど、それで、はい、おっしゃる意味はね、まず一つは、はい、実は住民の政権内からも発生、だから今ですと野党の中から、はい、女系天皇でいいんじゃないかっていうのは、むしろそればっかり出てるわけです、だからいや違いますよ、それは伝統を変えてしまうことですよ、で伝統を変えるって選択肢が主権者が選ばれるなら何しろ、はい、これはもうはっきり言うと、やむを得ないことです、主権者の選択はこうなのに、それ絶対違うっていうのは評論家じゃないんで、一方の一員としてはそれ言っちゃいけないことですよね、でもいわば伝統をそのまま守りましょうという日本の守りましょうという意見がどこからも出てなかったんです、出てなかったんで、まあ、だから出たばっかりです、なるほど、そういうことですね、2番、3番はむしろもう山のように政府与党の中で、まあ、野党も含めて山のように出てきて、いやそれで、それが論調になってきてたのでそこに危機感を持たれて、そうです、ってことですね、はい、少なくとも公平な選択肢がない中で、知らされないまま主権者が、はい、なんとなくこうじゃないですかと言うのはおかしいし、で僕は記者出身として言うと世論調査の中身をよくもちろん知ってますよね、知り尽くしていると自信持って言えますが、要するに愛子内親王殿下は天皇陛下の流れのどう思いますかという言い方だと、要するに前提条件全部飛んでしまってて、愛子内親王殿下に置かれてはそうなられた時に、さっき僕が言ったような非人間的なようなことまでついてきますというのが全部抜けてて、それでいきなり聞かれたら普通嫌だと言いませんよね、だからこれを客観的な、アンフェアとまで言いませんけど、客観的な調査と言えるのかっていうのは、記者出身者、記者19年近くやって、大いなる疑問ですよね、まあ、世論調査っていうのは、はい、質問の仕方によって随分回答の割合が変わるんじゃないかということで交換言われて、変わるんじゃないかが交換言われてんじゃなくて、もろに変わるんですよそれは、はい、だから現場を見てますね、で、それはなるべく変わらないように、引っ張るために調査するんじゃない、はい、選択肢を主権者がお示しして選択していただくのが趣旨ですから、はい、それ抜きでは認識が上げないので、はい、だからそういう意味ではあえてのご質問だと思うんですけど、はい、
業にちゃんと来られる方とか、あれ13月とか、あの関心の強い人もいるでしょ。そうすると、異論反論でいろいろ聞かれるんで、これが良い機会なんですよ。で、国会って、官邸キャップに選出だけど、審議だけで決まるんじゃなくて、当然、世界どこでも目に見えないところで、たくさんのあるでもない、こうでもない、議論があって、はい、その上で審議が出てくるわけですから、今はそういう段階なんで、これと違う意見がことっても出ない状況では全くない、かなり活発になります。なるほど、はい、あ、そういう意味でいくとですね、二階幹事長が先ほど会見で、まあ、男女平等も踏まえてみたいな発言を踏まえてとおっしゃったんじゃなくて、男女平等が当然じゃないかって、そうですね、これも発言通りじゃないと思うんですけど、うん、僕あれが問題だっていう雰囲気が、あるいはこの守るなら提言と違うっていう意見があるのが非常に馬鹿不思議なのか、あのもしあのご発言がですね、幹事長の発言がその女系でもいいよ、母系でもいいよって話だったとすると、これはあの僕らの立場じゃなくて、申し上げますが、全くあの事実、客観的なことです、新しいことですよね。でそれが男女平等をもし踏まえるとおっしゃったから、今までの2000数百年、126代の皇位継承は男女差別があったんですか？そうなるでしょ、なわけないじゃん。で、このさっき出していただいた、はい、じゃないけど女性天皇も含めて、はい、男女差別ではないっていうか、その逆にやっぱりアマテラス大神からあの始まっている国の、はい、根幹は私たち以外じゃなくて、さっき申しました皇嗣典範の15条を見ていただくと、女性はどなたでも、皇族と結婚なされれば皇族になれる、男性は決してなることはできないってあるんですから、僕逆だと言ってるんです。それはあの一人の女性が奥様をおになる、産む産まないに関係なく、母性命の源としての、まさしく象徴としてのアマテラス大神から始まった国、ということの意識が、戦争に負けてこうなって僕らもお互い敗戦を受けてないけど、やっぱり魂のどこか残ってるから、だから、男子優先 その女性を不当に差別した行為継承だったって事実がないわけです。なるほど。だから幹事長が、二階幹事長に置かれては、新しいやり方は男女平等を踏まえるんだって発言のわけがない。と、すでにずっとその男女平等で母性を大切にするってことで来たんじゃないですかってご趣旨だろうと僕は思ってますし、だそういう意味では、基本的にきちんと事実や伝統を踏まえられた発言なんで、どうしてそれが違う趣旨になるのかなという不思議なんです。なるほど、それを問題、発言じゃないかとする報道がおかしいんじゃない。あのですね、かつてこう言論活動を始めた時に、はい、逆説的な言い方をするってある評論家に言われて、僕はああそういう見方あるんだなと思いつつ、逆説を言ってるんじゃなくて、はい、違う角度から見るってことですね。もう一度言いますと、二階幹事長のご発言を逆な方向から見たら、じゃあ今までは男女差別やったと、男女差別に基づいた皇位継承だったと二階幹事長がおっしゃった話になっちゃうと、はい、これは客観的に、そのはずがないじゃないですか、はい、伝統を大事になさってる方ですよ、だから準備した幹事長なんですよね、はい、はい、はい、それとまあ意外にそうなんですよね、そのアマテラス大神、まあ、女性の神様を皇祖神としているので、結構宮中の大事なところは女性しか入れない、その鏡が置いてある部屋は大商店とかで女性しか入れないとか、結構女性を篠原キャップは例外的に言うと言ってただから女性男性っていうその、はい、セクシュアリティっていう西洋的な概念よりも、母性っていう命の源の、はい、これは僕の個人的見解ですけど、あえて多少哲学的なところに踏み込んで言うと、はい、そもそも僕らは例えば憲法って言葉をカンスティチューションという言葉を明治の始まりに和訳しただけで、西洋のカンスティチューションは王様がめちゃくちゃするから、最初は貴族が制限をかけて、はい、で貴族もやるから庶民が制限をかけて、これは立憲主義って言ってるわけです、はい、でも日本の天皇陛下は例えば英国のヘンリー8世みたいに嫁さん気に入らないけど首切りましょうって人にないわけですよ、はい、人間でいらっしゃいますから個性はありますけどね、でそうするとその立憲主義って言ってるのも本当は西洋的な概念で、日本の本来の憲法17か条憲法の精神と違う、はい、意味と違うんじゃないですかということで、それがずっとあって、女性男性っていうのも実はセクシュアリティにすごく対立的な概念を持ってる、
西洋好きでよく歩いてますから余計よくわかるんです、はい、でも日本はもともと性別で対立する社会では本来ないので、うんうんうん、もちろん日本には産業革命がやってきたりで、はい、いろんな変化が起きてますけれども、はい、基本的には母性、命の源っていう概念が日本的な哲学だろうと思いますから、はい、じゃあそういう意味で、そういう意味では男系女系っていう誤解を招く言葉よりも母系不敬に、はい、つまりこれ直そうと思ったら一箇所だけでいい、皇室典範の第一条に、はい、男系の男子が、はい、あそこを不敬にしていただければ、はいはいはい、今までずっとこの男系男子維持の意味を語っていただいて、あえて質問させていただきますが、あえて嫌な質問してください、はい、この女系天皇を容認、なんで女系じゃダメなのと、要はちょっとこういうのあまり特定の方で言うとよろしくないんですけども、うん、女性皇族が男性、民間の男性なりと結婚した場合にそのお子さんが天皇につくのはなんでダメなんだと思っている方もまだまだ世の中には多いと思うんですね。で、男系男子理解できないという方も多いと思うんですが、そこはなぜダメなんでしょう。だって今までの話ともちろん関係しててですね、うん、例えば金城陛下今夜もお祈りをされると思います、はい、でその時にご自分のために祈られることは決してないわけですね。あくまでも民のため、はい、まあ、相手に人のためにというんだ、で要するにその天皇陛下のご存在っていうのはだから祭り主ですよね、うん、あえて英語で言うと大文字で書く The Prayers 祈る人、はいはい、祈る方、うん、でそれがやばい今の概念に無理な多少合わせて言うと天皇家っていうお家の務めなんですけど、はい、そうすると母系、あるいは女系でもいいですが、母系女系で新たな皇位継承者が生まれると、うん、お家が変わりますから、はい、お家が変わると普通そのお家の務めも考え方も変わるはずです、うん、むしろ違うお家の考えをそのまま新しいお家に全部入れろっていうのもさっきの愛子の愛子の殿下が即位された時に起きることと同じで、はい、少なくとも近代の人権の観念からしたらおかしいですよね、うん、お家が変わると考え方も変わるし、例えば学者さんの中でね、これは工学館大学の三田先生がずっとおっしゃってることですけれども、だんだんそうすると先生が普通の人になるんですよ、うん、で普通の人になったのに税金をつぎ込んで例えば宮殿維持するんですかって話になって、やがて天皇がそのままいなくなるでしょうってことをおっしゃって、これはもちろん推測ですけど、僕は基本的にその考えは当たっていると思うんですよね。だから祭り主、祈る人、それもご自分や相手とご自分の家族のこともあまり祈られないで、はい、変わったことがなくても日本国民、あるいは世界中の人々のために祈ってくださる存在というのはそのお家の伝統、はい、祭り主はこの伝統でしか普通人間ですから、はい、受け継げないでしょうっていう当たり前のことを言ってるわけですね。でもう一つは例えばヨーロッパ大陸もちろんこうみんなと同じように歩いてきたんですけど、王家の国籍が変わってもいいわけです、はい、向こうはそうですよね。というのはもう国自体が、当然すってんころにいっぱい変わってるわけですから、やっぱスプルグゲって大きなお家も、はい、今四分五裂っていうか中学になってるわけですからね、王様のところですとか、イギリスの王様が英語話せないとかいうことも、ね、別におかしくないし、むしろそうやってなんとかやや戦争を回避しようとしているんですよね、うん、はい、でもそれはまさしくそれが伝統であって、うん、それは悪いっていうんじゃなくて、うん、日本はそうではなくて一つのお家がずっと祭り主の負担ご負担を背負ってくださって、はいはい、こういう政治の世界で私利私欲に走る人を含めていっぱいあっても、うん、いや人のために祈ってる方がお家としていらっしゃるっていうのが私たちの根幹の支えではないですかと、うん、これも選択肢です、はい、いやそんなのいりませんと、うん、ヨーロッパと同じのはむしろいいっていう人が、うん、保守の論客の中にいて、うん、僕にそれを意見をインタビューの方でおっしゃりに来られて、はい、やっぱり予想通りそういう考え方がもう74年で育ってるなと思ったんですけど、あくまであくまでもちろん言いますが選択肢を、はい、フェアに、うん、できるだけ多く全てお示しをして、はい、主権者に決めていただくということだと思います。なるほど、はい、今の皇族、天皇陛下と皇族の皆さんの構成になります、本当に男性の皇位継承者が皇子秋篠宮殿下と悠仁
親王殿下、常陸宮殿下の3人で、常陸宮様に関してはもう相当なご高齢でいらっしゃるということを考えたら、この問題はなかなか喫緊の課題であるようにも思いますけれども、いつぐらいまでこれは結論というか見通しをつけたらいいと、まあ、その国会議員としては思われますでしょうか。それは重要な隠せない質問ですよね。まあ、2つ目があってですね、はい、いかがですか。この話は実は結構単純な、うん、複雑じゃない話なんですけど、はい、ただそのいつまでにっていうのは2つの側面があって、うん、1つは本当の危機は順当に危機はまだ遠い、うん、はい、意外にもまあ少なくとも数十年ですから。でも国民の意識とか、それからやっぱり危機管理をしなきゃいけない、うん、何が起きるか分からないということをどなたにもですね、はい、皇族に置かれても、いや皇族に置かれても僕らでもどうなるか分からない、うん、そう考えるとこっちの方で早く方向は決めなきゃいけません、ね、うん、はい、それからさっき申しました15歳未満の方が5人、もう来年再来年どんどん状況が変わっていくわけですから、はい、それ考えると普通に言えば来年の4月の秋篠宮皇嗣殿下の立皇嗣で、はい、無事に挙行されて、はいはい、そこからそこまで政府は当然実は水面下で、まあ、今までもやってきてますし検討していくと思うんですが、その来年の4月以降にはテーブルの上に、うん、例えばこういう選択肢がありますということを示せなきゃいけないと思います。そうすると来年の4月ですから、もうオリンピックがこう迫ってくるんですけれども、通常国会予算審議ちょうど終わって、はい、予算成立して、そしてその秋篠宮皇嗣殿下の儀式も終わって、一応終わって、うん、そして、通常国会が終わるまでに提示をして、はい、で本格議論はやっぱり東京オリンピックみんなで無事に終えて、うん、その先ですから来年の秋以降、はい、秋の臨時国会からできれば立法府でも審議すべきで、で逆算すると、うん、今年の即位礼正座の儀が終わるとすぐに発表しないともう間に合わないということで、うん、ある程度僕らはお尻を切って議論していたんです、はい、でも逆に言うとですね、まだ十分間に合うんです、うん、だから何も今まだ国民の中に必要な相手と知識が、はい、行き渡ってないとか、うん、学校で僕らも教わってないんで、うん、まあ篠原さんもよく勉強されてるんで驚きますから、みんな忙しい仕事をなさりながら勉強していただかなきゃいけないというのは時間を取るんですけど、そういう意味ではあんまり焦る必要ないです。だから総理が男系男子の継承のみでやってきた伝統を重んじながら、はい、丁寧に慎重にとおっしゃったのは、これは一部の新聞に逃げたとか先延ばし、先延ばしじゃないです。先延ばしじゃないです。今重んじながら、はい、丁寧に慎重にとおっしゃったのは、これは一部の新聞に逃げたとか先延ばし、先延ばしじゃないです。先延ばしじゃないです。今ちょうど適切な時期で、決して暗い話じゃない。あんまり高位継承のことを難しいとか暗いとか、うん、下を向いて考えるのがいいと思うんです、はい、ある女性週刊誌がですね、この提言出した後に、あなたは愛子内親王殿下を天皇陛下にしたくないんですか、あなた邪魔するじゃないかというね、記者がお目になって、僕はその大歓迎で、で1時間経って逮捕されてと議論して、はい、記事見たら全く公平に、はい、うん、ただしこれけしからんで大学教授の見解は後ろに同じペースでありましたけど、でも取材した結果は公平に書いてあったんで、いやいや、アムさん言ったから正しいって書いてあるんじゃなくて公平に書いてあった、うん、ということはたった1時間半初対面の人と議論して、はい、通じ合うところ一致できる点が見つかっていくんですから、うん、だから決して焦る必要はないし下向く必要はない、むしろ日本ではこんなに他の国には全くない伝統を先人の知恵で守ってきた事実があるんだな、はい、私たちの光であり、誇りであり、根っこであり、どんなに社会が混乱してもここが安定しているというね、心の拠り所になり得ることだと思います、はい、そのため、それを政治課題に乗せればここ1年だというのが、ね、キャップらしい気持ちです。いやいや、来年秋の通常国会で、はい、できるだけ審議したいですね、はい、ここはここ1年ありますね、わかりました、はい、予定をかなりオーバーして1時間にわたってお話を、はい、させていただきました。あ、まだ15分しか経ってないよ。
最後まで見ていただきまして本当にありがとうございます。これを機にぜひともテレ東ニュースのチャンネル登録をお願いします。こちらの画像をクリックしますとテレビ東京の経済ニュースをもっとチェックできるんですよ。よろしくお願いいたします。まだ見んの？見る。だって苦労した成功者の話は面白いじゃん。毎日見たい。そんなたくさんやってないよ。今月中でショーでも見れんの？そうや。こう前向きな話の方が楽しい。けしからんけしからんじゃなくて。こんにちは、石倉陽子です。今日はどうぞよろしくお願いします。こういう会にすごく招いていただいてものすごく嬉しいなと思っています。で今日はまあ私が今までやってきたこととかですね、今悩んでることっていうのをちょっとご紹介したいというふうに思っています。マイ70プラスイヤージャーニーというタイトルにしたんですが、私団塊の世代の人なんで皆さんがずっと年上なんで、まあ、でもあんまりはっきり書くと問題かなと思ったので70プラスにしておきました。でまずどういう経験をしてきたかとかですね、略歴というのを3枚綴りぐらいでご紹介します。大学3年生の時に初めて米国のセントメアリ大学というところに留学しました。でその後でフリーランスで通訳をしたり翻訳をしたりしていて、その後、まあ、フリーって今でいうフリーターをやってたんですね。それからバージニア大学で MBA を取って、それからハーバード大学で、まあ、日本人初の女性初の MBA というのを取りました。まあ、初とかっていうのはどうでもいいんですけれども、まあ、そんなようなことでよく考えてみると結構いろんな学校に行ってたなというふうに思います。でそれからどうしたかっていうとですね、マッキンゼーのカンパニーという経営コンサルティングの会社に入りました。で、まあ、経営コンサルティングをやろうということで入ったんですね。そこからまた転職に次ぐ転職っていうのをやって、まずその、まあ、アカデミックっていうかそういうところに行って青山学院大学の国際、政治経済学という学部に行き、その後一橋大学大学院の国際企業戦略科というところにまた移って、それから慶応義塾大学の大学院のメディアデザインというところに行った。で、まあ、学校もですね一箇所にいないでいろんなところに行っちゃったというのと、それからそれプラス、大学だけではなくて、大学院だけじゃなくて民間の企業の社外役員というのを結構やってました。ですから富士通とか資生堂とか日清食品、そういうところの社外取締役をやってました。だから要するにいろんな仕事を、まあ、70年プラスにいたんで、いろんなことやってましたね。頭で考えてきたんですね。で今どうなってるかというとですね、今年の9月からデジタル庁っていうのができたんですね。政府の新しい機関として
でそこの初代のデジタル感というのはよくわからないんだけども難しいあのタイトルになりました。でこのデジタル庁というのはですね、ガバメント・アザ・サービス、ガバメント・アザ・スタートアップというのがビジョンなんですね。でそういうところに行って、まあ、今そんな生活をしてます、その仕事をしています。でこれだけ見るとなんかすごい人じゃないのと、なんか学歴もすごいしあっち行ったりこっち行ったりしてそれなりになんか博士課程も行ってるんだけど、で今デジタル庁のデジタル官ですかと言われちゃうかもしれないんですが、実はもういろんな、まあ、転職を散々やってきたりいろんなところに行ってるので挫折の経験っていうのはもう山のようにある。でそのあたりをちょっと今日はご紹介していこうかなというふうに思っています。であのデジタル庁のデジタル官っていうのは今やってることなんですが、これがまたものすごく大きな壁で今乗り越えられるかちょっとようわからんという状況なんですね。でこれはまあ私があの、9月からやってる仕事なんですが、まあ、今までにないぐらい大きな壁で、ハードルが高いということなんで、まあ、今悩み中っていう感じなんですけれども、まあ、そういうところも少しご紹介したらいいかな。見た目とのギャップがすごい。で、あのさっき、大学の時にアメリカに留学したって言いましたけど、まあ、子供の時からあの海外に行きたいなっていうのはすごく思ってたんですね。それどうしてかっていうと、あんまり深い意味は全然なくてですね、海が好きだった、鎌倉に住んでたんですけど、で海が好きだったん で海に行くことがすごく多くて、この海の向こうって一体どうなってるのかなという割とどうでもいいような好奇心から始まった。じゃあ違う国に行ってみようと思って行きました。それでだからあの海が相変わらず好きで、ヨットとかも大好きなんですが、そんなことをやってました。よいしょ。それで初めてあの米国に行った時は大学3年の時だったんですけども、まあ、初めて家を離れた。それで行きました。でこれがそのすごいすごいど田舎というかですね、アメリカの地図の真ん真ん中のところに行って、もう他何にもないみたいなところに行ったんですけども、その時の経験ってやっぱものすごくインパクトがあって、分かんないことだらけでいろんな人に聞いたり、これじゃ何なのかということがたくさんあったんですけども、まあ、聞けば教えてくれるっていう、そういうあのコツを覚えたっていうところはありますね。それからなかなかその授業についていけなくてわーわーやってたんですが、それでもその先生助けを求めてどうやってやったらいいんですかって聞けば、それはそれなりに教えてくれるということが分かりました。でこの写真の右か左が今言ったその大学の交換留学の時の、その時日本に来てた人たちをうちに呼んで一緒に来た。で右側はあのバージニア大学で MBA を取ったところなんですけども、そこで私のアメリカのホストペアレンツというのと、それから私の両親で、私の両親は卒業式に来たの でみんなで写真を撮りましたということですね。でその、まず米国留学して、まあ、英語は結構できるようになったんで、これはいいやっていう感じでいろんな仕事をしました。でフリーターとしてあのやるっていうのは、まあ、結構お金にもなるし、いろいろ面白いこともできるという経験だったんですね。でこれはあのでこの写真は NBC スポーツすごい昔なんです。1972年の札幌オリンピックの時に NBC スポーツが日本に来てですね、日本からみんな衛星で送ったんですよ。その時にその通訳とか翻訳みたいなのをやらせてもらって、その最後の日に、一緒にやってたジニーという人と、まあ、ギターを弾いたりしてるという状況です。はい、それであの、まあ、そこまでは結構良かったんですけども、ビジネススクールに行ったんですよね。7年間フリーターをやった後で、このままいてもちょっとあのフリーターって通訳翻訳はあんまり面白くない、面白くないというか私に向いてないなと思い出して、じゃあどうするかと思って、まあ、ビジネススクールに行きました。でビジネススクールに行って、まずバージニアに行ったら、バージニアっていうのは南部の州立大学で、それはそれなりに小さな学校で結構楽しかったんですけども、最初はものすごく苦労して大変でしたけども、それからハーバードに行っちゃったんです。でハーバードっていうところは、まあ、あのなんていうのエスタブリッシュメント中のエスタブリッシュメントみたいな、まあ、伝統的で歴史もあって、ハーバードって言えば泣く子も黙るみたいな、割とそういうところだった。で私はそれまではそういうすごいところには全然行ってなかったんですよ。
っちに行ってたし、それからまあバージニアも他のところが入らなかったからバージニア行ったんですけど、それでハーバードに行きました。ただ初めてそのすごいみんなもリーダーだし、先生とか、まあ、いろいろキャンパスで会う人ってみんな有名な人ばっかりで、そういうところに行っちゃって、これ私やっていけるのかしら結構思ってたんですね。そしたらば、まあ、最悪なことに最初の試験で落ちちゃったんです。でまず、まあ、博士課程というのは本当は研究者になる人のためなんですけども、私は研究者になるつもりは全然なくて、どっちかというとビジネスの方に行こうと思ってたんで、そっちで勝負しようと思ってたらば、この最初の試験というのはね、ビジネスのセンスがあるかっていうことを調べる、チェックする試験なんだ、ね、それに落ちたわけ。それで、なんだこれはって感じで、やっぱり私こういうとここにはあんまり向いてないっていうかね、ダメなのかなと思って、で落ちてしまうとすごく問題なのは、教授が食事ができるところでできない。博士課程の学生って割と教授と学生の間ぐらいに位置してるんで、まあ、その試験に受かればファカルティクラブってところでご飯が食べられる。だから落ちちゃったんで、そこでも食べられないという状況になっちゃったんですね。それで、あ、やっぱり私はこのすごいところっていうのは所詮無理なのかなっていうふうに思いました。ですからね、すごい気遅れしちゃった。で今でもハーバードに行くとね、あんまりなんか楽しくないんですよね。でボストンに行くとね、もっとね、ボストンってすごくいいところなんですけども、まあ、やっぱりその時の経験がすごくあるんで、すごく気遅れしちゃって、どっちかっていうとちょっと行ってはもう逃げ帰ってきちゃう。まあ、ニューヨークの方が、ね、いろんな人がいるからそっちの方がいいなとかと思って帰ってきちゃう。そういう感じですね。ですからいろいろ挫折をしてますと、もうあっちでもこっちでもやって、博士論文もなかなか終わらなくて、これ多分終わんないかもねとかなり心配してました。でもまあいろいろここでやめたらあとどうするのみたいなところもちょっと思ったんで、いろんなことを工夫してですね、天井とか壁とかでみんな私はイエスアイキャンじゃないけどね、そういうことを貼ったりして、なんとかかんとかでやったんですね。それでまあ左の写真はバージニアでの MBA の卒業式、それから右の写真はハーバードでの DBA の卒業式、まあ、なんだかんだといろいろあったんですが、なんとか終わりました。でハーバードの博士課程をどうやって終わったかっていうとですね、もう先にもうここから帰ると、もう7月になったら絶対帰って、終わろうが終わらない、終わらなくても、終わっても終わらなくても、で私も日本に帰って仕事するっていうことを決めちゃったんですね。でそれまでマッケンジャーに入るって決めてたんで、もういや私どっちにしろもう帰りますと。で先生にも私も帰るんだからって言って、まあ、プレッシャーかけたわけじゃないんですけど、まあ、自分もそういう決めて、それで終わったっていうことですね。よいしょ。あっと。それで経営コンサルティングに行ったんですね。で、マッケンジャーっていう会社は、まあ、日本では当時はちょうど知り、よく知られるようになった時代だったんですけども、世界で見るとやっぱり経営コンサルティングの会社としてはすごいトップだとみんな思われてるから、ハーバードの人とかね、ビジネススクールに行った人たちはすごいねっていう感じだったんですね。それでまあいい気になってっていうか、まあ、生えてたし良かったなと思ったんですが、それがまたプロジェクトをやればやるほど失敗する、失敗ばかりで、なかなかその成果が全然出ないんですよ。なんかね、ちょっと鳴り物入りで入ったのにどっかの記事になったりしたんだけども、全然できないということが分かって、でやっぱりレベルがもう全然違うんだなと、私がやれることとということを本当に実感して、で実際にその成果も全然出ないので、まあ評価もすごい悪いわけです。でこれはちょっとまずいな、経営コンサルティングとしてやっていけるかやっていけないそうだな、でさらに自信を失った。それで経営コンサルティングの会社っていうのはね、アップアウトっていうことをよく言われて、昇進するかやめてもらうかどっちかよねっていうところですね。でこのままいったら絶対アウトだなと自分でよく分かったんで、これどうするかなと思って、ちょっと新しいビジネスみたいなことをマッケンジャーの傘の中でやろうっていうことを、まあ、自分で考えて、自分の取り柄っていうか武器もちょっと使えるし、ちょうどクライアントが必要って言ってたことだから、それを始めました。それ
それで、まあ、なんとかとかやり出しました。でそこからはまあ良かったんですが、その成果がいくらプロジェクトやっても出ないっていう時はやっぱり焼け酒を飲むとかですね、焼け食いをするとかね、まあ、かなりその大変な思いをいろいろしました。で全然出られなくなっちゃったっていうこともあって、あまりのストレスに、でまあ運動もしてました。でそれはそのいろんなことができない時っていうのは自分に対して結構怒ってるんですよね。なんでできないのかっていう、まあ自信を失っちゃうところもあるんだけど、怒ってるってすごくマイナスのねエネルギーがたくさん体の中にある。それをなんか焼け酒でも焼け食いでも何でもいいんだけど、そういうので出しちゃうっていうことはすごく大事で、まあ運動っていうのが一番まあ建設的であんまりあの問題がないやり方なんですけど、そういうことを結構やっていました。それでそういう時どうするかっていうとですね、私はあの全然うまくいってないなとかっていう時に、なんかね、いろいろちゃんと書き出すんですよ。どうして私こんなに気分が悪いのかっていうのをこう結構こう紙にちゃんと書き出すんだ。紙に書き出して、あ、そうか、こういうことなのかっていうことが分かるから、じゃあこういう手があるのかなとか、私は自信を失ったのかとかね、所詮これは向いてないのかっていろいろ考えられるじゃん。それをまあ問題を書き出わーっと書いちゃう。それによってあのだんだん分かってきて、ちょっと違う視点から見ることができる。でまあ人にあの割と信頼できる人に説明することもありますね。相談する。で相談してるうちに大体、ああ私これで悩んでたのかな、これで問題だったのかなっていうことがだんだん分かってくるということをやりますね。それからまあいろんな形であの気分転換をしよう。その時もいろいろ決めてかからずに何でもかんでもやってみると、でこれはね、たまたまのスカイダイビングをした時のあの写真なんですけれども、スカイダイビング、私飛行機とか空とか大好きなんで、誕生日にスカイダイビングやりたいんだけど、家族でアメリカにいる家族に行ったらいいよって言うんで、遊びじゃ行ってやろうって言って、飛行機から飛び降りるのに違いないと思っていたら、これね、その室内なんだね。で下からうわーっと空気が上がってきて、でそこの中でこう、かもスカイダイビングになってるかのようにやるというものです。でそれで左の下 の, あの写真はあの、バーベキューかなんかで近くの人に呼ばれた時に、帰りに、ね、あのガラスのドアが開くんだとばっかり思って、うわーっと入ったら開かなかったっていう、それであの 鼻にひびが入ったっていう。だからまああんまりこういうこともいろいろ決めないでいろいろ試してみる。まあ、怪我もするけど、まあ、なんとかなるかっていう感じですね。それから、まあ、自らの実践と、もう2つぐらい、写真になりますが、左のは、その高いところから飛び降りる。まあ、高いところも好きなんですけど、そういう。で、左はね、あ、右だ。右はね、カナダに行くんですけど、そこでジットレックっていう山から、山の上の方から降りてくる人なんで、こう、ワイヤーに捕まって。で、最初はそういうの大好きなんで、やってたんですね。そしたらただこうやって降りてくるんじゃつまんない。それでひっくり返ってもいいんだよってそこのスタッフが教えてくれたんで、おおやるかっていう感じでやったんですよ。そしたらね、最初の時うまくいかなくて、なんだこれはまずいなと思ってなんですけど、そこで諦めずにもう一回やってみたらできた。そのなんかね、失敗した時にね、それで、あ、やっぱりダメなんだと思って、その割とネガティブっていうかね、マイナスイメージが残っちゃうんで、それをその払拭するためにもう一回試してみる。まあ、そこでまた失敗すると結構問題なんですけど、そのやり方で、やっています。それで、まあそんな形でいろんなことをやってきたんですが、私にとって一番大きなあの問題というか、大変だったことは、あの、近所に勤め始めてからアメリカでたまたま会ったあ日本人のビジネスマンの人があのアメリカで会って、その時は家族の向こうにいたんですけども、あので面白い人だなと思って割と仲良しっていうかね、あ、この人すごい人だなと思ってたんですね。それがだからお友達っていう感じでテニスしたりしてたんですけども、その人があのいい普通そういう人だったんですけど、私が帰ってきたら少し経ってから、あの自分も、うん、日本に帰る。当時はあの日本の企業の米国のあのに勤めてたんですけど、帰ってくるっていうことになって、
そんなのはアベラブルかなと、あのなんか一緒もいいのかなって、一緒に付き合ってもいいのかなというふうに思ってたんですね。で、まあ、近所にいる間に、まあ、あの結婚した。で、この人はあの私よりずっと年上で、合宿仲間みたいなところがちょっとあって、一緒にいろんなことをして遊んだ。で、まあ、向こうの方がずっと年上だし、いろんなことやってた人だったから、私を結構いろいろ面倒見てもらっちゃった。私自分で仕切るのはあんまり好きじゃなくて、仕切る人の方があの好きっていうか、仕切ってもらうと簡単にできちゃうという人だった。あ、そういう人なんですね。で、なんですけど肝臓が悪くて、肝臓がんになっちゃった。それであの何度も何度も検査入院をして、10年間くらいいる間に検査入院をもう何十回ってしました。で、まあ、その度ごとに同じ病院に行って、私は毎日行って夜ご飯作っては一緒に食べて帰るっていうスタイルをしてたんですが、まああの10年間ぐらい、まあ、海外旅行も2人で結構行ったんですよね。病気の割には結構行ったんですけれども、そうしているうちに亡くなってしまった。まあ、肝臓がなかなかあのいろいろ新しいことやったんだけど、結局ダメで、まあ、亡くなってしまった。で、それはやっぱり非常に大きなロスで、私の一番の味方だし一番愛する人だったんで、それがいなくなったっていうのはやっぱものすごく大きなショックで、これから一体どうやってやってたらいいのかなというふうに思いました。で、まあ最初のうちっていうか、ずっと悲しくて、どこに行くんでも写真を持って行ったりやってたんですが、いたらなぁと思ってたことは随分ありました。だけどそう思ってても、亡くなっちゃった人はしょうがないんで、じゃあどうするかと思って、それで私の夫は60歳で亡くなったんですね。でもっともっと多分行きたかっただろうと思うし、それから自分の子供たちの結婚するとか、それから大学卒業するっていうのを見たかったと思ったんで、それじゃあ私が2人分生きようというふうに思って、じゃあ2人分生きますっていうことを自分なりに決めたんですね。で、まあ寂しいし、あの自分で決めなきゃならないから、すごい心細いことたくさんあったんだけど、まあでも2人分生きようと思ってからはちょっと様子が変わったという感じですね。それで、じゃあそういう時一体どうするのというんですけれども、まあ自分のことを信じるっていうのがすごく大事な話で、あのまあやってみるかわかんないですけど、まあ、2人分生きようっていうのもできるかもしれないなと勝手に思っちゃった。それでやり出しました。それで、あの右側に出てるポスター、これ私すごい気に入ってるんですけれども、あの人と比較しないと。で、これあの It's not about being better than someone else. It's about being better than you were yesterday. 他の人と比べるんじゃなくて、昨日のあなたより進歩してるのっていう、そういう話なんですね。で、それすごくいいことだと思って、これあのカナダのいつも行くジムに貼ってあったポスターなんですけど、これが とても好きなんで、まあ、人と比較するんじゃなくて、昨日の私とあの比較してより良くなってるかっていうのを考えましょう。で、それからまあいろんな経験をしたり、いろんな場を見に行ったり、いろいろなあの人と会ったりっていうことをやってきました。で、左はあのエチオピアに行った時の写真で、エチオピアなんか行ったことなかったんで、あのそういう話があった時も、まあ、割とすぐ飛びついた。それから左はあの、世界経済フォーラムの、 あのいろいろな委員会みたいなのをやってたんですが、それでドバイに行った時で、右は BBC ビジネス、あ、 BBC のラジオの人たちが日本に来た時に、まあ、参加した。で、それにゲストで出たという話ですね。で、それとともに、まあ、自分であのいろんなことをやろうと思っていて、まあ、大学でもなんかやってましたけど、英語でワークショップをやろう。で、私はそのみんなに自分で参加してもらいたいと、教えたりっていうんじゃなくてね、一緒にやろうっていうのをやりたかったんで、まあ、英語でワークショップをやりました。で、左はあの左も右も、そういうのをやってた時の話で、左は SDG ゲームをやった時、右はフードテックのことをやったんで、まあ、大体そのゲストを呼んだりすることもあるけれども、そういう人たちの話を聞いて、それから小さなグループで英語でディスカッションして、それからネットワーキングをするというやり方をしていました。ですからフードテックだったから、いろいろ食べ物が出てきてる、
他のところ、他にやった時も食べ物と飲み物やってたんですけど、そんな形でやってきました。で、やってたんですけど、これあのダボスの経験を東京でっていうスタイルでもやって、これは5年やって60回やったんですね、毎月やったから。で、60回やって5年やったのもちょっと飽きたので、次のステップって言って、次に新しいやり方をし始めたのがさっきの2枚の写真。ただ基本的には同じようなことをやってきた。で、これ、ね、2018年の9月ぐらいからこの形でやりだしたんですが、そうしてたらコロナになっちゃった。だから集まってやることができない。じゃあどうするのっていうことで、そんならオンラインでやっちゃおうって言ってやりだしたのがコロナにも負けずにこのやり方なんですね。ですからこれであの私デジタル庁に行ってからいろんなことができなくなっちゃったんですが、こういうスタイルでかなりやってたんで、会ったことないんだけど知ってる人ってのは結構いるわけです。問題なんですけども、今直面している壁っていうのはですね、新しい仕事、これデジタル庁のデジタル化という仕事です。私はあの民間のことばっかりやってきたんで、まあ、大学は民間というべきかそうじゃないかわかんないんだけども、あの政府とかですね、公共っていうかね、そういうところでいろんなことやったことないんですね。で、ちょっと委員会なんかもやってたことあるんですが、政府の話はあんまり面白くないと思って、どちらかというといろんなことをみんな断ってたというのがあの実情だったんですね。そしたらたまたまそのデジタル庁っていうのがあの発足して、そのデジタル官にならないって話が降ってきた。で、これ私はあの事前準備委員会みたいので、あのそれには参加していて、どういう形でやるかっていうあのディスカッションには散々あの入っていったんですね。で、本当はその、なんていうのかな、フルタイムでやるんじゃなくて、非正規っていうか、非常勤で、あのなんていうの、チーフなんとかオフィサーっていうのになって、デジタル庁のことを助けますっていう、そういう役割をやるはずだ。で、私はデジタルっていうのはものすごく大事なことだと思っていて、今までその日本がなかなかあのうまくいろんなことができない、そういう中で、それはデジタルがやっぱり本当に理解されてなくて、本当にあの活用されてないからで、デジタルってすごい面白い話で、いろんな可能性が試せるんですよということを、まあみんなに分かってもらいたかった。で、そういう形であの考えてたんですね。そしたらその突然、本当に突然なんです、デジタル感というのになりませんか。それはいろいろ背景あるんですけど、私は非常勤でやるっていうデジタル庁自体には興味があったし、そういうことに関与できるというのにはものすごくあの同意見賛同してたんだけど、まさかデジタル感になるとは思ってなくて、デジタル感というのは民間の人たちの一番一応なトップなんですね。だからあれなんですよ、フルタイムの役人っていうか、フルタイムの人になっちゃった。え、これ何っていう感じで今に至るという感じですね。それでこれものすごく大きな壁で、新しい世界に行っちゃったみたいな感じですよ。で、今ま
ではこういう話っていうのは民間の企業にしてもね、大学にしても、それからワークショップにしても一応話が通じたんだけども、なんか話があんまり通じない、全然新しい世界行っちゃったという感じなので、本当に超えられるのっていうのはよく分かりません。簡単に言ってフランクに言って、本当に超えられるのかなこの壁はっていうのはちょっとよく分からない。でフィアっていうのが出てますが、まあ、非常に怖いこともたくさんあります。だけどまあしょうがないかなっていうか、でまあ自分としては合気道をやったりしてですね、合気道って投げたり投げられたりするんで、まあ いつの時代でもフラストレーションが、あのフラストレーションのを、なんだあのクリアする一つ の, あの場だと思うんですけど、まあ、そんなこともやって本当に超えられるか分かんないけど今のところやっていますという感じですね。だけどであの新しい世界に行っちゃったみたいで、あのなんかルールなんかも全然違うんで、あの毎日が新しい経験で、どういうふうにやったらいいかっていうのがまだ、まあ、もう9月からだから2ヶ月3ヶ月目に入ってるんですが、 あんまりよくわからないという状況は続いてます。というよりは9月に始まった時は割とこうデジタル化、日本をデジタル化するっていうのは素晴らしいあのビジョンだと思ってたし、アザサービスとかスタートアップっていうのは本当にすごいなと思ってたんですね。だからこういうのに直接関与できるっていうのは本当に素晴らしい経験だなと思ってたんですが、それがだんだん分かってくるにつれて、もう最近その実は これとこれとこれをこう変えようとするとものすごくいろんなところにあの関係があって、いろいろな人たちに説明をしたりということをしなきゃいけないっていうのはよく分かってきて、そこではちょっとかなりあの苦戦してるっていうのがあの実情ですね。で特にねこの2週間ぐらいこれもちょっと大変だなっていうことを思い出してます。それでですけれども、だからまあやれるかなっていうのは疑問ではあるんですが、まあでもなんとかやってみようみたいな感じで、まあ、常に学び続けて試行錯誤する以外に、まあ、道はないのかなという感じですね。常に試すというのは私のモットーでもあるので、それでそれじゃあ一体どういうふうにやるのっていうとですね、あの Why not とかどうしてできないのかとかですね、 So what とかね、それから What else can we do、 何しろその質問をいろいろすることによってだんだん少しは道が開けていくかもしれないなというふうに思っています。じゃあそういう非常に大きな壁にぶち当たった時にどうするかというと、何が私 の, あのサポートシステムなのかというと、やっぱりすごく大事なのは家族というのですね。で真ん中の上にあるのが、ま、私の家族なんですけど、私の両親と夫でみんなもういないんですよ、この辺にっていうかこのように。だからそういう意味ではものすごくあの心配なこともあるし心細いこともたくさんある。だから向こう行ったらたくさんいるなっていう感じはするのと、それからまあどっかから見てくれてるんじゃないかなっていう気はしないこともないです。で左側の2枚の写真はアメリカの家族で、それは私にとってはものすごく大事な家族で、私も夫はあのバツイチだったんで子供たちがいるんですね。でそれとはすごく親しいし、その子供たちもすごく親しい。で、まあ、友人もいるので、そういう人たちをあの力にしてやってる。それで、まあ、一緒に、いろんなことを一緒に活動するっていうのも結構好きなので、ここではその合気道の先生とか、合気道の人たちとか、まあ、うちでもちょっと練習をしたりして、牧犬っていう、今、武器技っていうのも習ってるので、それをやったり。それから あとは、みんなでワークショップをやるというようなこともよくやっています。だから一緒に活動する仲間っていうのがどれだけいるかということで、あの一緒なんていうか、なんとか壁を越えられるかな、分かんないけど越えようみたいな感じですね。で私は常に広い将来ということを行きたいので、まあ、これ左側のパイロットのセスナの小さいのに乗ってる時の私が運転してる操縦してるんじゃないですが、そういうこと、それからどんな未来を作るのか、自分が思うような未来っていうのが作れるでしょう。自分としても作れるし、それから周りの社会としても、未来
想像する、空想、あ、じゃない、予想するものじゃなくて作るものだということをみんな言ってますけれども、そんなことを考えている。それで、何にしてもですね、あんまりもうこうあるべきだっていうことに考えないで、ゼロから妄想して新たなストーリーを自分で書こうというふうに思っています。そんなところですね。ありがとうございました。石倉さん、ありがとうございました。いやー、なんか一言で言うと、かっこいいっていうことが浮かびました。自分らしく生きるってすごく大切なことですね。はい、そう思います。ありがとうございます。さっき特にそう思っていて、うん、なんかその、こういうこと言うといけないのかなとね、うん、そういうこと考えちゃうことあるじゃないですか。はい、特にその役割がなんか今までと違う親からの役割を。これはね、ここ2、3日でね、これやめようと、やっぱり私が思ったことはちゃんと言おうと。それでみんな気に入らなかったら気に入らなくてもいいやみたいな、そういうのをかなり勝手に思っています。はい、いやでもそれがね、こう人生を楽しんだり、こう仕事を楽しんだりって、精神力を生んでらっしゃるんだなと感じました。はい、見てる方々から質問が寄せられておりますので、はいはい、ぜひこの時間使ってですね、質問をお答えいただきたいと思います。はい、では、まず最初の質問をお願いします。はい、井上さんから、保守的な組織において誰もが向上心を持っているわけではありません。周りを巻き込みながら成長を改革するためにはどのようなことが大切だと思われますか？はい、これは全くその通りだと思うんですが、みんなは向上心を持っているわけじゃない。だけど向上心を持っている人っていうのは少数でもいるんですよね。ですからそういう人たちとまずやって、それから全員をね、よくしようっていうのはね、無理なんです。で、全員説得しようとかね、全員に何だろう、前向きになってもらおうっていうのはね、私は基本的に無理で時間の無駄だと思う。だからそれに説得するエネルギーを使うよりは、やる気になってる人たちをまず盛り上げて、でそこからいい例を出して、それを見せるっていうのが一番というふうに思います。これ言うのは簡単なんですけど、実は結構大変で、保守的な人がいろいろこう邪魔してきたりね、っていうこともありますけども、まあ、それにめげずに必ずやりたいって言ってる人がいるので、うん、そういう人たちをどうやって探してそれで一緒にやるかっていうことです。なるほどね、はい、今いかがでしょう、デジタル庁の中ではこう仲間になられ、はい、なりつつある、はい、民間の人たちとかやっぱりあそこ来てる人たちっていうのは新しいデジタル庁を作ろうと、あ、デジタル化をしようと思って来てるわけで、はい、そういう人たちの集団なんですね。で、民間とあそこ非常に特徴的なことは、民間の人と官と一緒にやると、うん、これはその実際やろうとするとね、結構難しい話で、そんなに話が通じないとかね、あるんだけども、基本的なこっちへ行こうっていうのは共有されてるから、そっちをどこまで実現できるかっていうことだと思うんですね。そうですね、はい、やはり今民間が入られて新しい血も流れてると思うんですが、はい、いわゆるこう今までの役人というか、はい、役所の方々っていうのは守るべきものもあって、はい、前例がないものってなかなか難しい、はいはいはい、これが一つで通ってる部分があると思うんですが、この辺は石川さんからご覧になって、どのように説得したりですとか、はい、あるいはまあそうでもいいからこう前に進めるためにっていうのは、はい、なんか工夫点があれば教えていただきたい。前例がないっていうのはね、世の中変わったんだから前例なくて当たり前ですよ。まあすごく簡単に言うとそういう話で、イノベーションっていうことを散々言いますよね。イノベーションって国にとっても大事で企業にとっても大事なんですが、イノベーション しないとダメですよねって言うと、みんなその事例をくれって言われる、うん、昔よく言われる、事例ないからイノベーションでしょっていう、うん、そういうことなんですけども、だから今までやったことないことをやるっていうのが新しい時代を作っていくということだし、デジタルで私はもう世界は全く変わってきてると思うので、それをでいい点も良くない点もあるんですけども、それのいい点をどうやって生かしていくかっていうことなんで、常にその新しいことを考える。でそれからね、もう一つすごい大事なのは、やめるっていうことを決める。だからもうこれ全部やろうっていうのは絶対無理なんで、もう今日からこれはやめますっていうことをはっきり決めるっていうのは私は大事だと思います。そういう意味では本当にリーダーの、ね、決断が問われるっていうと思いますか、ね、なかなか選択中という感じだと思いますけども、はい、本当にこれから頑張っていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ続いての質問いきましょうか。はい、いい質問ですね。20代、30代で今日ねご覧になっている方も、はいはい、若い方もいらっしゃると思います、はい、20代、30代でやっておくべきこと、
経験するっていうこと、自分で経験するっていうことがすごく大事なのと、新しい分野のことをいろいろ知るっていうのも大事だし、新しい分野の人と何か会う機会があったり、一緒に活動できる機会があったら全部やる。これもものすごく大事なこと。普通ね、なんかまあでもそうは言っても忙しいしとかね、他にやることもあるしとか、本当にやっていいのかしらとかって散々あの言い訳リストっていくらでもできちゃうんですけども、言い訳リストを作るっていうのはこれ全然才能じゃなくて誰でもできる。だからそうじゃなくて、新しい話があったら必ずやる。それもね、人に聞いて話しちゃダメなんです。だから海外に行くとかね、新しい分野で何かやってみるっていうのも、新しい分野ってこういうことが起こるんだよっていうことを、まあ、説明する人って言いますよね。そういうのね、信用しない。で、実際に自分でやってみるっていうのはとても大事で、だから私も海外行ったらいいですよって、で行くとこんなになるとかっていうこと言わないで、早く行きなさいと言っちゃいますね。それからあとは何ていうのかな、まあここはちょっと違うかなと思ったら即あの行動する。あんまりね、考えすぎるとね、やれなくなっちゃうんです。本当にいいのかなっていう、そうすると言い訳リストっぽくなっちゃうんで、あのなんか面白い話とかね、あこんなすごい人がいたとかっていう、あのいう経験をしたらすぐなんかやるっていうのはすごく大事だと思います。はい、さっきあのコメントをいただいてるあの視聴者からコメントの中に、はい、あの飽きたからやめたっていう、まあ、潔いって書いてあることがありましたけど、そういうこうご自身の新しいことを始めるということは、やはり自分がやってるものについてもこう取捨選択を随時随時されてるんだなと思ったんですが、それは飽きたから以外にも他にもあるんですか、やめることっていうのは。やめること、あの要するに優先順位付けだから時間がないですよね。だから、まあ、よく言われている今日という日があと3日しか生きられないとしたらこれやるのっていう、そういう形で考えてもいいし、そしたらまあこれやらない方がいいねっていう、それから常に違う道があるっていうのを考えた方がいいですよね。これっきゃないっていうとね、すごくあの閉塞感に襲われて、これができなかったら私の一生終わりだと思っちゃうんですよね。私なんかだって、あこれができなかったらまあいいかと、で私の存在にはあんまり、まあもちろんそんなに嬉しい話じゃないけども、でできなかったらしょうがないよねっていう、そういう感じはありますね。だから結構ね、やめることとかね、前ね、あのそれこそ私結構リスト作るの好きなんで、今年ともっとやりたいこととやめることってちゃんと書いて、ああそうですか、あ、ね、やめます。なんか書き出すってことがすごく大事だよ、ね、書き出すのすごく大事。わかりました、ありがとうございます。あのあっという間にね、お時間が経ってしまいまして、はい、まだまだ本当は聞いてまいりたいんですが、これでお時間となりました、はい、最後に石倉さん、あのこちらのカメラの方に向かってですね、はい、一言ご覧になっている方々への、まあ、応援メッセージというか、はい、乗り越えるということをテーマにありますので、はい、一言メッセージいただいて締めたいと思います、はい、よろしくお願いします。今いろいろご紹介したように、私もまあいろんな挫折経験からなんとかやってきたっていうことはあるんですけども、まあ今すごく大変な壁に ぶち当たってる。でそういう中で、まあ、皆さんの中にもそういう壁にぶち当たっても一体これどうしたらいいのと思ってる人が結構たくさんいると思うんですよね。で私もそうなんだから一緒にやりましょうというふうに思うので、明日からまた元気でやったらいいと思います。でなんかダメだったらまたあのどっかで探してくださいと思います。はい、どうも勇気が出るメッセージありがとうございました。皆さん最後に石倉さんにですね、大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。
ということで、では。